はい、どうもこんにちは、かじまくです。今回はこちら。Amazon の聞く読書、オーディブルのお話。昨日先日と Amazon タイムセール祭りあったんで、その動画の中で、この Amazon a オーディブルの2ヶ月無料キャンペーン、これをちょっとお話ししたところ、実は結構反響良かったんで、僕も今回使ってみました。 で、使ってみて早速、いくつかお話ししたいことも出てきたんで、今回軽くさらっと、オーディブルのお話ししたいと思います。で、とにかくこのオーディブル、通常なら30日無料やってるんですけど、今現在ご覧の通り、2ヶ月間無料体験できます。今回このキャンペーンは2022年5月11日までもうすぐ終わってしまうんで、もしちょっと気になる方いらっしゃいましたら、これを機会に一度試されてもいいかと思います。 はい、ということで、僕も本当まだ体験2日目なんで、見えてないデメリットもあるかもしれませんけど、オーディブルを使ってみて、感じたメリットデメリット、ちょっとお話ししてみたいと思います。それでは始めていきます。今回ご紹介するのは、Amazon の聞く読書オーディブル、2ヶ月無料体験を試してみたっていうお話です。で、とにかくこのオーディブル、始めるのはすごく簡単で、2ヶ月無料体験のリンク、説明欄に貼ってますんで、そちらをポチッと押して、 始めるだけ。で、ただちょっと気になったのは、このキャンペーンリンク以外から登録する場合、30日無料体験のページもあったんで、そのあたりどうせ使うなら、やっぱり2ヶ月使いたいですよね。なんでこのあたりはちょっと、登録時ご注意ください。一応2ヶ月無料のキャンペーンリンクは説明欄に貼っておきます。まずそれをポチッと押して、アプリをダウンロード。 これだけでも、聞く読書を始めることができます。で、今回、僕がこの聞く読書を始めようと思ったきっかけが、こちら。はい、ご存知ですよね。厚切りジェイソンさんの、お金の増やし方っていう本。いや、お金欲しくないですかはい、僕最近、資産運用の見直しとかしてるんで、この本を読みたくて、実際聞いてみると、僕みたいな素人にも、わかりやすく丁寧に解説されている本なんで、 紙で読んでみてもよかったなとは思うんですけど、実際この聞く読書、この本で試してみたところ、いやもうかなりわかりやすかったです。で、正直物語を追っていくような、そういう次へのワクワクとか、ストーリーを楽しむ本ではないんで、ある意味僕みたいに勉強嫌いな人間からすると、教科書みたいなもんなんで、実際手に取って、活字を目で追っていく作業よりも、こうやって朗読してくれる聞く読書、これ結構よかったです。 で、例えば、これを聞きながら、テレビとか SNS とか、そういうわけにはなかなかいきませんけど、単純作業である、台所の洗い物とか、そういう家事を組み込むこともできるし、まあ、変な話、トイレ行ってる間もずっと聞けるんで、途切れることなく読書、それができました。で、目で文字を追ってない分、内容入ってきにくいかなとも思ったんですけど、そのあたり僕の場合は、結構気有に終わりました。 考えたら普段僕には馴染みはないんですけど、ラジオをお聞きになっている方、そういう方には特に、こういったオーディブルは入ってきやすいんじゃないでしょうか。そういった習慣がない僕でも、結構すんなりこの体験、受け入れることができたんで、いや、意外とこれ、ハマる方多いかもしれません。で、聞き逃した時は、アプリに30秒バックのボタンもあるんで、そのあたりもスマホを手元に置いておけば、あれと思った時、さっと巻き戻すことができます。 いや、これは結構、新感覚の体験でした。で、この厚切りジェイソンさんの本、この本の場合、再生時間3時間6分、意外と長いようで、さっき言ったみたいに、あんまり途切れることなく、ずっと聞いてられるんで、実際目で読むよりは、かなり時間かかるかもしれませんけど、ながら読みというか、ながら聞きができるんで、そのあたりのロスは少ないと感じました。はい、このあたりは、 使う方によって感じ方変わってくるかもしれませんけど、いや僕は結構いい感じに読書できました。で、さらにその読書体験、それにちょうどよかったのが、これ、骨伝導イヤホン。以前ご提供でご紹介したものですけど、正直ぶっちゃけ、聞く読書の場合、あんまりひどい音質ではダメでしょうけど、そんなに高音質でなくても大丈夫なんで、ここまで高価なものではなくても、骨伝導イヤホン、 これは結構相性いいんじゃないかと思いました。とにかく耳を塞がないんで、これつけっぱなしで、読書しっぱなし、そのまま生活というか、ある程度の雑用もしながら、自然と耳から情報が入ってくるっていう、この感覚。あ、はい、さっきもお話しした通り、僕は今まであまりラジオを聞いたことがなかったんで、ほんとちょっと新鮮な感覚でした。で、次にちょっと読んだのが、あ、読んだっていうか聞いたのが、もう何週かは過去に読んだ本。 ねじ巻きどりクロニクル、村上春樹さんの本。いや僕これ結構好きで、何度か読み返した本です。で今回このナレーション、あの藤木直人さんがされてます。なんでこれ、まず本を読む楽しさ、そしてナレーションされている方、この本なら藤木直人さん、そういった部分の楽しさ、そしてどういう風に読まれているのか。 それが自分に合うのか合わないのか、そういった部分も含めて、ほんと今まで読んできた本でも逆に新鮮に感じる部分もあって、これもほんと面白い体験になりました。で、正直僕は、こういった読んだことある本の場合、自分なりに作ってる世界観とかもあるんで、そのあたりナレーションされる方によっては、ほんと合う合わない。合わない方に当たる可能性もあるかと思います。藤木直人さんの読み方。 どんずばっていう方もいらっしゃるでしょうし、あれちょっと違うなっていう方もいらっしゃるかと思います。そのあたりも含めて、オーディブルの場合、サブスク0円のものも多いんで、気軽にチェックすることもできます。で、こういう名作、これが今0円で読めるんで、あ、読めるっていうか聞けるんで、このあたりも結構価値のあるキャンペーンだと思います。ただしこれ、第2部聞きたいなって思ったとき、あ、今現在、 Amazon のページを見てみると、第2部6月1日配信予定、3500円。そして第3部、7月15日配信予定で4000円。あ、はい、このあたり、サブスク0円にならない可能性もあるんで、こういった続編がある場合、ちょっと注意は必要かなって思いました。いや、でも本当これ以外もたくさん本あるんで、 読みたい本があるのかないのか、そのチェックから入ってもいいかと思います。あいやそういうめんどくさいこと考えずに、とりあえず今なら2ヶ月無料なんで、サクッと登録してみてもいいかもしれません。はいで、登録した場合、気になるのは大会方法。これはちょっと今までご紹介してきた、Kindle Unlimited や Amazon Music Unlimited とちょっと違って、PC サイトから手続きするか、カスタマーサービスへの連絡、これが必要になります。 これでも難しいわけではなくて、逆にちょっとわかりにくい方は、カスタマーサービス連絡でもいけるんで、このあたり敷居が低いとも言えそうです。で、PC サイトといっても、タブレットやスマホ、ブラウザからいけるみたいなんで、このあたりも決して難しくないです。っていうのも、僕は一旦、これ登録してすぐに、大会しました。このあたりのお話はちょっと置いておいて、とりあえず大会方法、さらっと見ておきます。PC サイトで開いて、 audible.co.jp にサイン,インしてアカウントサービスへ進みます。すると下の方に青文字で大会手続きへっていうのがあるんで、これをクリックタップ。このまま大会手続きを行うをクリックタップ。ここで当てはまるアンケートに答えて、次へをタップ。大会される場合は、大会手続きを完了する。これをクリックタップで、はい、たったこれだけで完了。 登録したメアドに大会手続き完了のメールが届きます。はい、これだけ。これでお客様の会員資格はいついつ終了します。そういう形になるんですけど、はい、これ僕、正直無料期間だけ使いたかったんで、登録してすぐに大会手続きをしました。で、2ヶ月無料のはずなんですけど、はい、ここわかります ?2022 年5月27日、残り30日間、 オーディブル会員特典をお楽しみくださいとあります。あれ ?1 ヶ月ってことで、今回の2ヶ月キャンペーン、2ヶ月間は無料だけど、即時大会した場合、通常通りの1ヶ月だけ、そこまでしか継続されないようです。本当かな ちょっとこのあたり、一応問い合わせしてみますんで、分かり次第説明欄に文章で情報を書いておきたいと思います。で、このまま大会手続きもせずに、ずっとサービスを継続。楽しまれる方はそれでいいんですけど、ある意味忘れて放置してしまうと、毎月1500円課金されます。なんでこのあたりだけは、しっかりご自身で管理ください。詳しくはオーディブルのリンク、説明欄に書いておきますんで、ぜひチェックしてみてください。 とにかくサービスとしては今まであったようでなかった新鮮な体験になることは間違いないです。 はい、このあたり、僕は今回初めて読む本と、過去に何度か読んだ本、その二つを試したんで、そしてその内容も、ストーリーのある小説と、勉強本みたいな感じ、これはどちらにもメリットデメリットあって、しかもそれは、好みも作用するんで、やっぱりこれ僕がとやかく言うより、一度試してみて体験して、必要かどうかジャッジする、そんな感じになるんじゃないかと思います。いや、僕も今回、もう少し続けてみて、あ、1500円か。 この金額が高いと取るか安いと取るか、そのあたりではあると思うんですけど、倍になったら読みたい本、途中でやめられなくなったら、ちょっと継続しちゃう可能性はあるかと思います。 なんでそのあたりも踏まえて、はい、もうゴールデンウィーク来ますけど、ちょっと天気も悪いらしいんで、家で読書もいいですけど、その読書を聞いてみるのもいいかもしれません。よかったら今回ご紹介したオーディブル2ヶ月無料体験のうちに一度体験してみてください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。